ホリエモンチャンネル。堀江貴文です。寺田由紀です。ということで堀江さんに今日も質問に答えていただきたいと思います。それでは今日の質問です。数ヶ月前に500円玉貯金をして30万円ほど貯まりました。とメルマガから刺激をいただき、少額ですが何か投資などで増やせないかと思いました。メルマガにも出てくるビットコインや、テオなど最近よく目にします。何かおすすめありますでしょうか。気をつける点などありますかという質問です。はい、ということで、そして今日のゲストは、はい、本日のゲストはですね、日本初スリータップで株の売買ができる証券取引アプリワンタップバイの代表取締役社長の林和人さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。スリータップなのにワンタップバイ。そうですね、はい、ワンタップはダメなんですよ、あの法律上、はいはい、まあ、投資が保護上で、まあ、ワンタップ倍なんですけど、スリータップ、はい、なるほどなるほど、はい、どんなに簡単にできるんですか。もともとお堅いじゃないですか、金融って難しいし、はい、資金も高いし、まあ、それをスマホで、はい、もうほんとワンタップで買えるようにしようと思って作った会社なんですよ、はい、逆になんで今まで難しかったんですか。いや、あのですね、ワンタップでやろうと思うと、もう何株を何円で買いてやると、もうこれワンタップで済まないんで、金額指定にしちゃったんですね、うん、1万円で買えると。まあ要はフェイスブック俺買いたいって言っても、うん、フェイスブック10万円買いたいんだよ、うん、っていうことがその一般の人の本音だと思うんで、まず1万円っていう金額指定に作ろうと、でシステムを設計したんですよ。全部1万円から買えます。はい、で1万円って入れて株を通すと、それで2タップじゃないですか。うん、フェイスブックを1万円で買い、はい、いいですか。結構ナイキとかありますよ。ナイキとか、はい、あの、うん、誰でも知ってる銘柄を、1万円で、もうフェイスブックと、じゃあ会社名を選択するのがワンタップ、はい、で金額を指定が、金額はカラカラなんでタップにならないんですよ。なるほどなるほど、はい、カラカラやって、カラカラやって、決定ボタンで2タップ、買うか売るか、買うを2タップで確認してくださいっていうのがで3タップで買えちゃいます。簡単、何でも好きなやつ買ってもらって。マジっすか、はい、買っちゃいますよ。じゃあ、はい、ツイッターね、どっかに買収されるとかって言ってたけど。そうですね。でこれ で、1万円ってカラカラをあの言ってください。これで1万円、はい、1万円、はい、おお、買っちゃった、はい、で、はい、で買うで、はい、で買いました、はい、わあ。社長の顔が載ってる株式サイトってなかなかないですよ。ないんですよ。じゃあ質問の答えいきましょうか。はい、私はこう答えました、はい、特になし、てかたった30万円で投資とか、かっこ笑っちゃった、はい、もうそれ多分ワンタップバイさん的なポジショントークでは言えないと思いますけど、いや俺は何を言いたいかっていうと、30万円でポートフリオを組もうと思ったら組めないですよね。組めないです。せいぜい1株2株しか買えないですよね、日本株だったらね、はい、買えないですね。ポートフォリオっていうのはいろんな会社の株とか現金とか他の投資を持ってると、要は、うん、あの株式が下がった時も自分の資産がじゃあ半分になるとかってことはないわけ。例えば株式に4分の1しか投資してなかったらそうなるでしょ。100万、じゃあ1000万円持ってました、250万円株に投資してます、残りの750万円違う土地とかいろんなものに投資をしてますと。でも株価がバーって全銘柄下がることとかあるじゃないですか、うん、そういう時ってじゃあ250万円が100万円になりましたと、うん、でも全体からすると1000万円が850万円にしか下がってないじゃん、うん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 、でもしかしたら土地は上がってるかもしれないし、うん、なるほどね。そうするとこう、うん、要はそれが全部株式で、例えば任天堂の株だけ持ってましたとかってなると、うん、ダーンって下がった時に資産が半分とか3分の1になったら困るでしょ、うん、だからそれをポートフォリオって言うんですよ、うん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 、でそのポートフォリオを組もうと思ったら30万円じゃ組めませんよって話ですよ、うん、あ、で要はポートフォリオを組んで投資をするのがまあ普通の投資なわけですよ。なるほど、ね、もうなんかギャンブルに近い投資じゃなくて投機ですよ、ね、今はまあ30万で本当買えないんですよね。例えばユニクロってあるじゃないですか、はい、あれ株買おうと思うと350万かかるんですよ。1株350万だって。要は金持ちしか買うなってなってるんですよ今の。うん、あ、まあ、そう、陰謀人は株買うなってみんな言ってるようなもんですよ、うん、証券業界全体が。なるほどね。だから腹立って、うちの株は500円で買えるぜってやったら、うん、みんなにそうしたのかなっていう。ワンタップバイさんで1万円から買えるじゃないですか、はい、で買って例えばそこの株価が上がってったら、うん、1万円分の配当金がもらえる。1万円分売れちゃいますから、はい、はい、
まあだから30万あれば30銘柄全部買えます。1万円ずつ買っていって。なるほどね、はい、じゃあ御社で買ってるんですね、はい、その分。そうです、さすが。うちで在庫を持って中で最低を買って、例えばユニクロだったら350万で買って、それを1万円ずつ皆さんにこう分けるんです。個包装してあげてるんですね。そうなんですよ、小分け、小売店みたいな。そうです、そうです、ええ、ですんで下がると同じように下がります。そっか、はい、だから上がると同じように、もう本当一心同体ですよ、うん、これは。心優しい会社ですね。いやまあそれぐらいしないと小分けにできないんですよなるほどね、うん、1万円っていうのができないんで。じゃあちょっと30万円でワンタップバイさん調べてみてください。ということで、じゃあカメラに向かって告知をお願いします。はい、あ、スリータップなんですけどワンタップバイです。1万円から買えます。もしかしたら1万円もっと下げるかもしれません。やっぱり日本の株式市場の民主化を本当にこのワンタップバイでやろうと思って創業したばっかりです、うん、まあ2年前ですけど、もうサービスローチしました。ぜひ一度1万円から試してみてください。よろしくお願いします。はい、ぜひ皆さんワンタップバイで調べてみてください。ということで本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。私メルマガ登録はこちら。チャンネル登録もよろしくね。どう？